ナンバーアンダーラインアイデビューアルバムノーアイがやばすぎる。三人の歌声の進化に涙が止まらない。キッシュのハピネスグージの稲妻ショーのマイネームイズヒラノショーはやばすぎ。ナンバーアンダーラインアイのデビューアルバムノーアイはヒラノショーガンユータジングージユータの三人がそれぞれの歌声を通じて独自の音楽性を表現した記念すべき作品である。このアルバムを聞くと それぞれのメンバーが持つ個性が鮮明に際立ち、3人の調和が見事に融合していることが感じられる。しかし、単に声が調和しているだけではなく、その中には一人一人の個性がしっかりと生きており、それがこのアルバムの最大の魅力といえる。まず、平野翔の歌声について語ると、彼の特徴的な低音がこのアルバムの基盤を形成しているといっても過言ではない。彼の声は深く、 どこか神秘的な響きを持っており、その低音の安定感が楽曲全体を引き締めている。特にソロ曲、マイ・ネーム・イズ・平野ノ・ショーでは、その低音が楽曲の雰囲気を一層引き立て、リスナーを引き込む力強さを感じさせる。平野の声には、感情の深さや複雑さが織り交ぜられており、その歌声を通じて彼が家に抱える思いや葛藤が直接伝わってくる。ファンからも、彼の低音に痺れる。 平野の歌声は胸にしみるといった感想が寄せられており、その低音の魅力が多くのリスナーを魅了している。一方、岸優太の声は、柔らかくも力強い響きを持っている。彼の歌声には、どこか包み込むような優しさがあり、特にバラード曲ではその進化が発揮される。アルバムの中でも、彼がプロデュースした楽曲、レシピでは、岸の声が楽曲のテーマに見事にマッチしており、 彼の持つ音楽センスと歌声の相乗効果が際立っている。特にファンの間では、岸君の声は魔法のように心地よい、彼の声でチルな曲を聴くのは完璧だと絶賛されており、その優しい声がリスナーに癒しと安らぎを与えている。また、彼の英語の発音の正確さもファンに驚かれ、声だけでなく表現力の幅広さも評価されている。神宮寺雄太の歌声は、エネルギッシュでありながらも繊細な表現力が特徴だ。 彼の声は、楽曲にダイナミズムを与え、感情の高まりを効果的に伝える。特に、稲妻と呼ばれる彼のパートでは、その強烈なエネルギーが感じられ、リスナーに強い印象を残している。神宮寺の声は、力強さの中にもしなやかさがあり、その多面的な表現が楽曲全体に深みを与えている。ファンの声からも、彼の歌声には魂が込められている。 神宮寺の声は感情をむき出しにしていて胸に響くといった感想が多く、彼の表現力がリスナーに強い共感を呼び起こしている。アルバム全体を通して、3人の声がどのように一つに融合しているかも興味深い点だ。それぞれが異なる個性を持ちながらも、楽曲ごとに見事な調和を見せており、彼らの音楽的な成長とチームワークの深さが感じられる。特に、ナンバーズでは、 一人一人のパートが順に歌われる形式が取られており、各メンバーの声がそれぞれの役割を果たしながらも、全体として一つの物語を作り上げているように感じられる。この曲の中で、平野の低音が土台を作り、騎士の優しい声がそれを包み込み、神宮寺のエネルギッシュな声がアクセントを加えるという構造が、楽曲に独自のダイナミズムを与えている。また、このアルバムは RB やヒップホップといったジャンルを取り入れており、 それが彼らの声にどのように影響を与えているかも興味深い点だ。特に、ファンの間では、彼らの声がこれほどまでに RB に合うとは驚いた、といった声が多く聞かれ、アルバム全体が新しい音楽的な挑戦を表現していることが感じ取れる。彼らのアイドルソングに親しんできたファンにとっては、この新しいジャンルへの挑戦は新鮮でありながらも、彼らの歌声がそれにしっかりと対応している点が評価されている。 このアルバムの成功は、単に彼らの歌唱力や音楽性だけに依存しているわけではない。彼ら自身が作詞・作曲、プロデュースに関わっている点も、この作品を特別なものにしている。ファンからも、彼らの才能が痛いほど伝わってくるといった声が多く寄せられており、3人それぞれの音楽に対する真摯な姿勢が評価されている。彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージや感情が、 彼ら自身の手によって具現化されているため、リスナーにとってもそのメッセージがより直接的に伝わってくる。さらに、このアルバムのリリースは彼らのファンにとっても大きな意味を持っている。ファンからは、このアルバムを聴いて涙が止まらなかった、彼らの声を聞くと、生きている時代を共有できることが嬉しいといった感動の声が多数寄せられており、彼らの音楽がファンの心に深く浸透していることがわかる。このように、 3人の声は単なる楽曲のパーツとしてではなく、リスナーに感動や共感を呼び起こす重要な要素となっている。ノーアイは、平野翔、萬雄太、神宮寺雄太の3人がそれぞれの個性を最大限に発揮しながらも、全体として一つの完成された作品を作り上げたアルバムだ。このアルバムを通じて、彼らの声が持つ力と、それがリスナーに与える影響を改めて感じることができる。そして、 これからの彼らの音楽活動に対する期待も一層高まるばかりである。このアルバム、ノーアイを聴いて感じられるのは、平野翔、ガン・ユータ、神宮寺・ユータの3人がそれぞれ異なる魅力を持ちながらも、共通のビジョンに基づいて音楽を作り上げているという点だ。彼らの声は単なる歌唱技術にとどまらず、その背景には豊かな表現力と深い感情が込められており、それがアルバム全体を通じてリスナーに伝わってくる。 特に興味深いのは、三人の声が個別に際立つだけでなく、互いに補完し合い、楽曲全体に深みと複雑さを与えている点だ。例えば、平野の低音は騎士の柔らかさを支え、神宮寺のエネルギッシュなボーカルがその上にさらなる彩りを加える。このダイナミックな調和は、アルバムの多くの曲で感じられ、特に、ナンバーズやレシピではその効果が顕著だ。ファンの間では、 一人一人の声が交わり合い、まるで一つの物語を語っているかのようだ、といった評価が多く聞かれる。また、彼らの声の成長も見逃せないポイントだ。デビュー当時から長い間、彼らはアイドルとしての活動を続け、ファンの前で数多くのパフォーマンスを行ってきたが、このアルバムではその経験が活かされ、ボーカルに一層の自信と安定感が感じられる。平野の深みのある低音、騎士の柔らかな音色、 そして神宮寺の感情豊かな歌声は、過去の作品とは異なる成熟した響きを持っている。この成長はファンにとっても大きな喜びであり、彼らの声がこれほどまでに成長し、進化していることが嬉しいといった声が寄せられている。さらに、彼らの音楽に対するアプローチも新たな段階に入っていると言えるだろう。これまでのアイドルソングから一歩踏み出し、RB やヒップホップといったジャンルに挑戦することで、 彼らは新しいいい音楽の可能性を切り開いているこのジャンルのシフトは彼らの性質や表現力にどのような影響を与えているのかを考察することも興味深い。例えば平野の低音が RB のビートに乗ることでより一層のリズム感が引き立ち騎士の柔らかな歌声はヒップホップのビートにも心地よく溶け込む。その結果彼らの声はより幅広い音楽ジャンルに対応しリスナーの期待にいらえている。 このように、彼らが音楽を通じて新しい挑戦をしている背景には、プロデュースや作詞作曲に自ら関わる姿勢がある。音楽に対する彼らの真摯な姿勢は、アルバム全体に反映されており、ファンにとっても彼らがただのアイドルではなく、アーティストとして成長している姿を感じ取れるだろう。この点は、特に騎士のプロデュース曲、レシピで顕著であり、ファンの間でも、 キシ君の音楽センスが素晴らしい彼のプロデュース能力に驚かされたといった感想が数多く寄せられている。このような新たな挑戦は彼ら自身にとっても成長の機会であり、同時にファンとの絆を深めるものとなっている。音楽的な挑戦はもちろんだが、このアルバムには彼らの内面が強く反映されている点も重要だ。彼らの歌詞にはこれまでの経験や感じてきた感情、そして未来への希望が込められており、 それが歌声を通じて強く伝わってくる。例えば、I.L.Y. という曲では、愛や感謝といった普遍的なテーマが扱われているが、その歌声には一人一人の思いがしっかりと込められている。ファンはこの曲を聴いて、涙が止まらないと口を揃え、その感情に強く共鳴している。リスナーが彼らの音楽に深く共感する理由の一つには、 彼らが一人の人間としても成長している姿が音楽に反映されていることが挙げられる。特に、彼らが経験したさまざまな出来事や葛藤が歌詞やメロディーに影響を与えており、それがファンとの共通の感情を引き出している。ファンの一人は、彼らの声を聞くと、まるで自分の人生の一部を共有しているように感じると語っており、彼らの音楽が単なるエンターテインメントではなく、深い感情の共有の場となっていることがわかる。 ノーアイは、これまでのアイドル像を超えて、平野翔、岩ガン・ユータ、神宮寺ユータが新たなアーティストとしての可能性を切り開いた作品だ。彼らの歌声は、個々の魅力を最大限に引き出しながらも、全体として一つの壮大な物語を紡ぎ出している。彼らの音楽は、これからもファンを魅了し続け、その進化を見守り続けることで、さらなる感動を生み出すことだろう。そして、このアルバムは、 その第一歩として音楽界に新たな風を吹き込む存在となるに違いない。